何も出ねえからのからのよし、あ、ダサいダサいよ。鍵が見つからなくて。おはようございます。一時間ずっとされてるんですけど見つからなくて。ちょっとちょっとちょっと、あ、ごめん、取った弦取ってさ。おーい、デブフォーリミのシングルのリリパ、リリパ、あ、出た、あ、出た、いや、本当に皆さん今日はお集まりいただいて誠にありがとうございます。あの、紹介したいアーティストがいまして来てもらいました、M デンタルクリニックの綺麗な曲出していただきます。もう夏も終わりまして、もうすぐ節分です。聴いてください、節分。
4っていうシングルが出まして、それから初めての名古屋です。やっぱ名古屋は最高ですね。ありがとうございます。いや本当なんて靴がない、履き忘れたかな。見れる時ね、なんかあった何靴ない。誰だあの子の靴パクってやつ。目つぶって手挙げてください。まあ全然公平かもしれないやつ見てなかったし、なんかもうそこ助け合いがもう成り立ってたの。今日最高じゃないですか。ありがとうございます。あ、リュウちゃんパイゲ見したらダメだって。リュウちゃんのパイゲボー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 。でもね、夏は剃るよ。夏剃るの。夏は剃る。お手入れするか。夏は剃る。海行くからね。抜きなさいよ。赤感は半端ない。すげえ。灼熱のドロップはバラジン。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 ロスバラジンだよ。完全に。本当にあと13曲ぐらいあると思うんですけど、みんな一生懸命ついてきてください。後半戦始めます。いけんの大阪。いやいけんのかなこれ。いやいやいけないっぽい。いけないっぽい。ちょっと待って、本当にいけるかどうかを小川さんに聞いてもらおう。いけんのか大阪。いけるっぽい。いけるっぽい。ミュージシャンやっぱコナン好きだからさ、基本的に。おい先輩がいるんですけど、やっぱあの人もコナモンが好きで、ね、混ぜもんいかんって言ってたね。